サワディーカー、 DJ カナです。私は今バンコクから車で1時間ほどの場所にあるとあるグラウンドに来ています。これからプロ野球選手による少年野球教室があるということで、いろいろとお話を聞いてみたいと思います。それでは行ってきます。横浜 DeNA ベイスターズの、国吉です。今年で7年目になります。今年から愛媛マンダリンパイレーツに入団することになりました小村です。プロ野球選手を3年、裏方を1年で、今年もう1回、プレーヤーとして1年目となります。皆さんがタイに来る前の印象と実際にタイに来てからの印象っていうのは変わりましたか？まず国吉さんからお願いします。あ、もう全然変わりました。180度変わりましたね、はい。どういったところが一番違いますか？いや、まあ、その日本人がそこまでたくさんいると思ってなくて、本当もうその自主トレ行った、まあ、メンバーと、まあ、何人かいるぐらいかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと車で外出ると、まあ、日本食の店とかずらっとあるし、なんか電車とかも通ってるし、普通になんか そこまで最初はイメージ、まあ、申し訳ないですけど、なんか日本と比べるとまだまだ発展してない国なのかなと思ってたんですけど、まあ、来てみると全然もうそれが180度変わって、もう車もすごい、高速道路もいっぱい車走ってるしっていう感じですね。もう真逆になりましたね。思ってたよりもずっと発展していて暮らしやすいっていう印象ですかね。そうですね、それが一番あの当てはまりますね、はい。小村さんはいかがですか？そうですね、僕も同じで、あとは、やっぱ野球っていうなタイではそのあんまりイメージがなかったんですけど、来てみたら実際にグラウンドもあって、そのプレーしやすい環境でできるっていうことはすごい嬉しかったですし、あとはそうですね、タイの方もすごい挨拶を大事にしてくれる人で、朝両手合わせて挨拶してくれるところ、すごい日本人ではあんまりそんなしっかり挨拶してくれる人っていうのはなかなかいないので、今の時代だからすごいなんか 毎朝新鮮な気持ちで入れるのがすごい気持ちいいです。好きなタイ料理とかってありますでしょうか？好きなタイ料理ですか？あの休日の日にゴルフに行くんですけど、なんかそこでいつも何ですか、昼飯で食べるのなんかいつも決まってて、なんかこうなんか混ぜるやつあるじゃないですか。混ぜるやつ、あの名前わかんないですけど、お肉ですか？ひき肉となんか唐辛子とかなんか入れて、ガッパオじゃないんですか？ガッパオライス、卵乗ってるやつ。あ、美味しいですよね。一番好きで、あれはなんか着いたら先では毎回食べてます。去年ね、あの菊池さんたちのお話をお伺いした時も、何が好きですかって聞いたら全員ガパオライスって言ってたのを思い出しました。食べやすいんで、はい、辛いけどなんかね、卵のまろやかさで美味しくなりますよね。タイに来て一番驚いたことっていうのはありますでしょうか？交差点が一番驚きます。まあ、信号あるところはあるんですけど、ないところは本当ないんで、そのなんかどっちが優先でこうなんかどっちも攻めだって、なんか行けたら行けみたいな感じなんで、僕が乗ってる側もすごいなんかドキドキして、交差点いつかぶつかんじゃないかなと思って。確かにあの自分でもし運転するとなったらちょっと自信ないですよね。タイはちょっと僕はできないかもしれないですね、はい。小村さんはびっくりしたことはありますか？そうですね、僕もやっぱりその交通面だったり、特にあの原付バイクの多さとか、たまに逆走じゃないですけどそういうのも、うん、日本にはなかなかないかなっていう、はい、驚きました。やっぱりバイクね多いですか、事故も多いですからね、あの滞在中気をつけてください、それでは今期の具体的な目標というのを教えていただけますか？まあ、チームとしては、まあ、クライマックスシリーズにまだ出場経験がないんで、最低限そこにはとあの出れるように、まあ、チーム全体で頑張っていかないといけないんですけど、まあ、そのためにも僕個人的にはもう本当に一試合一試合、まあ、少しでもチームに貢献するように、まあ、その結果、まあ、数字っていうのは見えてくるんですけど、まあ、あえて数字じゃなくて本当にもう一試合一試合、自分の出る試合はあのチームに貢献したいっていう思いだけで、来年はやっていこうと思ってます。ファンとしてもぜひね、クライマックスシリーズそして優勝を目指してね、頑張っていただきたいと思っております。それでは小村さんはいかがでしょうか？来季の目標ということでお願いします。僕はやっぱり、もともと DeNA ベイスターズで3年間
プレーしてたんですけど、今年は愛媛に独立リーグのプレーヤーとして戻るので、まあ、なんとか NPB 日本のプロ野球トップレベルにまた戻れるようにこの1年を大事に頑張りたいと思います。ありがとうございます。またこのタイでの自主トレを糧に今季も頑張っていただきたいと思います。それでは最後に J チャンネルをお聞きのリスナーさんに何かメッセージをいただけますでしょうか。国吉さんお願いします。今年でタイ3年目になってお世話になってるんですけど、まあ、また1年今シーズン頑張って、来年またタイで自主トレをできたらなと思っているので1年間しっかり、頑張りますので、まあ、タイと日本ちょっと遠いですけど、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは小村さんもよろしくお願いいたします。僕も来年は、また NPB に戻って選手として、まあ、もちろん選手ですけどNPB のプレイヤーとしてまだタイに来れたらなと思ってます。であとはそうですね、少し早く来て僕あの小室井祭り見てみたいんで、いいですね、見に来れるように頑張りたいと思います。小室井祭りということは11月ですね。本当に綺麗なのでぜひぜひ国吉さんも、ね、小室さんも一緒にいらしていただきたいと思います。それでは本日は本当にお忙しい中どうもありがとうございました。国訓かということで、それでは最後にお二人に国訓かというふうに言っていただけますか。国訓カップですね、男性だから。はい、それではお願いします。国訓カップありがとうございました。